M89 は乙女座にある楕円銀河である。乙女座銀河団に属している。合計5センチメートルの望遠鏡で、好条件で見ることができる。合計1 0センチメートルでは構成をぼかしたように見える。M90 と同視野に見え、形状の違いをはっきり認識することができる。合計2 0センチメートルで典型的な楕円銀河に見える。ほとんど円形に見えるが、 楕円の長軸が銀河系の方向を向いていることで、見かけが玉のように見えるだけの可能性もあり、判別できていない。弱い電波を発している。銀河外装のガスが北西方向に噴出している構造になっている。M86 のように、乙女座銀河団の中心方向に強く引かれているのではないかと考えられている。1781年3月18日に、 シャルル・メシエによって発見された。メシエはこの夜、球状星団 M92 と8つの銀河を発見している。メシエは星のない星雲。極端にかすかで青色。見るのが困難と記した。ジョン・ハーシェルはかなり明るく大きく円形。中央は次第に明るくなっているとした。ハイン・リヒダレストは非常に美しく丸く直径45。 核の明るさは10頭星にも匹敵するとした。カミー・エフラマリオンは、やや星雲上、M87 ほど大きくもない、明るさもない、中心部が明るいとした。ありがとうございます。